どうもエルザです。それではレムナントやっていきたいと思います。じゃあ早速ウォード13ですねに行きたいと。ファウンダーかの隠れ家と。さあ飛んできましたね。何かあるのかな。そもそも施設だもんね、この状態で言うとね。お、なんかある。オイルスキントック。これはパパへ、私はもうすぐ命を落とすわ。助かる道はもうなさそう。ずっと前からきっと私はルートに殺されるか、もしくはパパみたいに強く生き続けるか、どちらかだと思い込んでいた。でも全員が平易になれるわけじゃなかったみたいと。今のこの世界のルートを撲滅するには唯一の人を知ってた。もう他の人間はこの悲惨な人生をほんの少しだけマシに生きれば満足なの。手紙あって、おウォード13のカードキー。イベントリで、クエストアイテムと。はあ。ウォードの人間は誰も信用しないのか。壁内、壁内に秘密を埋めた。はいはいはい。あ、じゃあちょっと戻ったら何かしらいいものがあるかもしれない、もしかしたらね。よし、この隙間なんだろう。ほい、おお、壊れた。マジで。おお、道がある、道がある。私を責めないでくれ。エレン、君の母がいなくなったのは私のせいじゃないと。ウォードだけやったらね。PC 版の名残があったけど。これは、あ、鉄か。おお、衣装がある。これは流れ物のオーバーコート。ほう。流れ物シリーズか。重量は上がるね。ああ、重さは上がるけどって感じか。そんな。アイテムがあるだけか。こういうところもあるわけだね。意外としっかりどこそこ見とかないと見落としはあるかもね。よし、そしたらさらに探索してみますか。壊れた。意外と何でもかんで壊れるね。これは無理。エレン、どうか私がお前を愛していることを、そして今までのことを申し訳なく思っていることを忘れないでくれと。で、どっか出かけたと。おお、こっから外に出れるね。おお。やばそう。で、ちょっとさっきのカードキーが気になるんで、一回戻りたいと思います。お、早速なんかある。お、お宝あるじゃん。じゃ、これ使って。さあ、ここを開けると。
ああ、でも前の施設って感じかな。いや、そっちじゃない。そっちではないんだけど、まあいいか。へえ、電子メール。知識の書。トレートポイント。トレートポイントはあれか、スキルか。うわ、これもちょっと考えるな。体力かな。あげるならね。お、いける。めっちゃアイテムあるじゃん。あ、隠し場所みたいな感じか。マスターキー。はあ。さっきのフレンジーダストは？射撃速度が向上。あ、弾薬箱も手に入ってる。なんか手に入ったっけ？気のせいか。それぐらいだね。弾薬箱は手に入った感じだね。弾薬箱か。なんか、感じ的にはすごい重宝しそうな感じだよね。いや、さっきのマスターキーを使って、さらに奥へ行ってみますか。あれ以上奥あるのかな？これね。そもそもこれにマスターキーを使うのかがわかんないけど、使えない。こんなもんか。てか、マスターキー使うような扉あったっけ？あ、あったか。一つ戻って上の階に上がってかな？なんか鍵が閉まってるところあったね。へえ。まあ、なんかあるのかなって来たけど、意外といろんなアイテムもらえるのもありがたいね。ここではなく、曲がって、これでなんかすっげえ強い敵でできたら何とも言えないよね。それだけは勘弁したいけど。さあ、ここだね。さあ、扉を開けると、普通にアイテムがあるぐらい。ああ、ブラッドアートね。助かります。なんかあるね。おお！すげえ、サブマシンがあるじゃん。やったね。マージン4時ダメージ7。あー。これ外して、あ、一応つけれるか。どんなもん。あ、反動もすごいな。そうだね、攻撃力上げれば、良さそうな気はするけど、まあ、いろいろ集まったし、ちょっと強化してみようか。さあ、戻ってきたね。サブマシンガン試しに使ってみて、とりあえず。まあ、ちょっと火力上げたから使いたいなっていうところもあるけど、危なかったらもう帰る。戻す方向でね、ちょっとね、考えていこう。とりあえず強いのかが気になるんだよね。でもわざわざ最初に取らせに行くっていうことは、まだいるわ。次から次へと何なの。ああ。はいはい。うわー、スナイパーライフル系欲しいなー。いや、めちゃ強っ。おー。なんか来てるね。
もういない？よし。いやー、つい、あのね、違うボタンを押してしまうのよね。ん？あ、取れた取れた。殴るボタンがね。これ、ボタン配置変えれないもんね、多分ね。おう。そうなのよね。配置変えれないから、ちょっと仕方ないんだけど、丸がしゃがむもね、なかなか慣れなくて。左側なんか音がしたな。うん、特にはこれ以上はなしと。こうスタミナを使うのがね、ほとんど回避行動だったりだから。なんともね。いやー、てか強え。まあ、こうなるよね。いてててててて。後ろいたんか。まだでいる。どっから出てきた？おお。お、なんか落としたね。ハンドガンの弾とか落ちるのか。で、ちょっと待ってね。モッドが？避ける飛び込む武器変化話す。メニューでしょ？マップ開いて。あ、どんどん来るのか。なるほど。とりあえず、も、ああ、そういうことね。はいはいはい。アイテム使う。元の使い方ちょっと覚え直さないとね。だって、元が使えるようになればさ、回復できるわけでしょ？今この状況で。これダメだもんね。これか。よしよし。一応2回使える状態だね。2メーター目ね。よしよしよし。さあ、雑魚敵はいない。あれ？回ってきただけ？さて、意外と鉄手に入るね。ああ、こういう感じね。そりゃ飛び越えてくるわな。ああ、じゃあある程度ゆっくり進んでたのもあって、問題なかった感じだね。いけない。壊れないか、さすがに。あれ？なんか今の、ちょっと強そうなのいたね。あ、すげえ、チェックポイントがある。ああ、こっ
ちは後か、ぐるって回る感じか。壁は貫通すると。あれやばいよな。やばそうだね。痛い。てめえ。ひー、危ねえ。なんだあのデカ物。まだ来るか。いやいや、てか弾のヘリ早すぎね。いや、マジか。ショットガン、まあ、強いっちゃ強いけど、ちょっと不安残るね。まあでもこれで回復していこう。ああ、こっち側だとちょっと進む感じか。今の細い、こっち側行きたいよね。あ、特になしか。アイテムだけだね。よし。戻ろ。さあ、敵が湧いてはいるが。サイレンサー付きとかあるのかな。あったら最高だよね。いますな。あ、やっぱ離れたら離れほどダメージ差があるのか。ほう、降りれるわけね。よし、ま、できれば降りたくないよね。あ、いや、でもなんかあるかな。まあ、飛び降りてきたりとかそういうのはなさそうな感じだから、大丈夫そうだと思うんだけど。あそこ絶対なんか出てきそうだよね。で、ここは。だよね、なんか抜け道っぽいところがあったけど、何もない。ちょっとね、弾の消費が激しいんで。ここら辺は何もなし。あー、いるねー。こっちから行くか。これそのうちさ、角待ちとかいないよ。マジで
角待ちとか出てきたらマジ最悪なんだけど。ダークソウル系あるあるだからね、壁待ちはね。あ、上いけるね。ちなみにこっちは、あー、アイテムアイテム。もらっていきましょう。地道に、スクラップ集めとかないとね。マジか、全然気づかなかった。おお、した。いやー、弾落とさないねー。で、備えるもののサークレット、すべての銃器で保持できる予測弾。ああ、弾の保持数が変わるのか。それは助かる。これはお宝。めちゃくちゃ鉄とか手に入ったね。じゃあ、木箱は、率先してちょっと見つけていきたいね。たまにね、鉄が出てくるからな。よし。で、いるね。そうなんだよね。隠れて進んだところでなんだよな。ああ。思ったよりも。あれだね。三段っていう感じじゃないね。そうか。ん？下かな？声の感じ的に。下だね。あ、いたいたいた。さばったわね。よし、オッケー。しかもどっから上がってきた。わかんねえなー、動きが。さ、壊せ壊せー。ああ、今のでもここは敵倒したか、ある程度。いや、それとも近くいたけどガン無視したって感じかな。声するもんな、思いっきり。上か？うん、上っぽいね。ぎっ、いったー、後ろか。全然見えんかった。で、これだけ。おーのー。
まあやっぱ経験値上がってることでレベルの上がりも多分早い気はするね。まあ 2-3% だけどね。よし、オッケーだね。落ちた。まあいいか、先に下もゲットしておいて。上がね、まだ探索し終わってないんで。あそこいるんだよね。やっぱ壊れるか、さっきの。よし、じゃあこれであとは下だね。まあちょっと静かにしてもらって、まあここら辺のが今一斉に来てたわけか。はい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 。じゃあぐるって回って進めれるね。よし、行こう。もう前に回復。一応200発ぐらいあるから大丈夫だと思うんだけど。こっちだね、次は。何もない感じかな。なんか音楽変わった。なんか嫌だね。この開けてる感じは嫌だね。とりあえずあの光ってるところ行こうか。あ、地下進むのか。嫌だな。大体こういう系の地下ってあんまりいい思い出ないんだよな。お、チェックポイントあんじゃん。よしよしよし。さあ、武器とアーマーアップグレード中。アーマーまた武器のアップグレードに利用な素材を保有してますと。アーマーちょっと上げるか。んじゃ、戻りましょう。さて、戻ってきました。さあ、強化したいんだけど、武器の前に、アーマーを。意外とね、カルティストがさ、元のパワーがゆっくり生成されるっていうのが良くて、で、31、うん、意外とカルティストの方にしてしまってもっとパワーが使いまくれるようにする方がなんかいいのかなとかね。こっちもいいんだけど、あ、でもこっち攻撃力上がるんだよな。
まあ、とりあえず、まあ、流れ物をちょっと上げときますか。で、一応頭もね、上げといて。何かい、任せな。で、とりあえずサブマシンガンを上げます、ガンガンね。近接いるかな？近接は全然いらない気がするんだよね。はい、ということでこんな感じで。ダメージ上がったかな？まあ、さっきまであれだけの使い勝手の良さだったんで問題ないと思うんで、まあ、次回ちょっとサブマシンガンも試してやっていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。